ブルカ・パルダは南アジアを中心とした地域で行われている女性を社会から隔離する風習や制度である。ペルシア語で幕やカーテンを意味するパルダは南アジア、中央アジアのイスラム教社会の比較的高い身分の家庭を中心にして行われている制度である。またヒンドゥー教の高為カーストにもパルダと同様な風習を持つ地域がある。イスラム教では 性の欲望は天国の味見と言われ積極的に楽しむべきものとされており異性を見て性的に興奮してしまうことは人間にとって仕方のないこととしているそしてそれを防止するには男女の生活を分離させ互いを見なければよいという工夫からパルダの風習が生み出されたパルダの実施は地域や階層家庭の方針によって違いがあり例えばバングラデシュでは パルダを遵守しているかどうかがその女性の美徳や家族全体の社会的評価を表すと言われる。最も厳格な方法では、妙例の女性は垣根を施した家の中で過ごすことを義務とされ、外出する場合には、ブルカなどのベールで頭から足先まで全身を覆い、近親者のエスコートのもとになるべく夜に外出することが求められる。また、 男性側にも道でパルダを行っている女性に行き合った場合、相手が身を隠すための配慮が求められ、それを怠ることは、避難や処罰の対象となる。19世紀より、パルダは女性の就業や社会進出を阻害するだけでなく、女子の修学の妨げや創婚、幼児婚の原因となっているという議論が盛んになった。ボーパール藩王国のスルタンジャハアンベガムは、 著書、ムスリム女性の慎みにおいて、パルダ制度への批判は、西洋崇拝の価値観であり、イスラームの教えに反している。パルダ制度は、女性の健康と体操を守るために必要であり、女性が一方的に拘束されているのではなく、女性がパルダ制度を男性に守らせる責任を負わせているのだと論じている。パルダ制度が厳格な社会では、女性が寡婦になるなど家族から、 男性生員がかけた場合の就業機会は限られており、外に出て働く女性に対する社会からの目は厳しい。バングラデシュでは、近年は法制業が盛んになるなど、女性の就業機会が増え、統計的に女子の就学率が男子と拮抗するなど、女性隔離の観光は見直される傾向にあると言われる。反面、女性が路上で算をかけられる事件が頻発するなど、 南アジアでは女性解放の反動が社会問題となっている。ありがとうございます。